いらっしゃいませ、どうもミルカです。はい、今回はこちら、じゃじゃん、モンストの、新超絶呂布やってまいりました。今回は運枠入りで、おそらく安定するんじゃないかなというパーティーでやってみましたので、説明しながら行こうと思います。はい、で1手目本当は、右側の魔導士ちゃん2体の間入れますが、今回は友情当てメインで行こうかなと思っております。で、先ほども言いましたが、運枠にクシゼロで、他のキャラクターがヨーコ・クラマ連れてきております。はい、で本当はそのマーリンちゃんが今回重心化して、友情顧問も強いということで連れて行った方がいいんじゃないかなとも思ったんですけれども、安定ということで、ヨーコ・クラマちゃん連れてきております。はい、でまあこんな感じで、雑種するだけで OK です。あとはもうほぼほぼヨーコ・クラマの友情をしっかり当てていくスタイルのみです。はい、なんでもしそうですね、試してみようかなという方いらっしゃいましたら、ぜひ次回試してみてください。で、今回その注目する点なんですけれども、皆さんもご存知だと思いますが、属性レーザーバリアが今回初出てきております。で、属性レーザーバリアって何だろうと思ったら、その今回だったら、既属性以外のレーザーをバリアするだけなので、もう、存分に既属性のレーザーで、友情コンボ当てていくだけで良いのかっていう感じでね、もうルンルンしながらやっております。でロンロン君のレーザーバリアをルンルンやりながらねやってます。はい、で今もずっとそうなんですけれども、ただひたすら友情を当てていく。で気をつける点も、友情コンボをなるべく3体に当てれるようにしていくという感じです。でロンロン君がそう、防御力ダウンしてくるんですよ。で防御力ダウンしたされると結構なダメージを食らってしまいますので気をつけましょう。こんな感じで痛い中ボスで1万ずつ、各3段で1万ずつ食らうと結構厳しいんですけれども、はい、レーザー、ではレーザーでレーザーで2万6000食らってます。本当に痛いです、ですがまだまだ大丈夫っていう感じです。で今回なんでマーリーちゃんの方を連れてこなかったのっていうところなんですけれども、マーリンちゃんが反射タイプ、反射タイプだからかなというところです。あ、でちょっとお伝えをし忘れたんですけど、さっきの3ステージ目抜けるときに真ん中下に反射タイプの、まあ、今回で言ったらクシゼロちゃんを連れていくとこんな感じで4ステージ目すぐ抜けれて良いです。はい、でまあ、ボス来ました。で、今回、その、ザコちゃんが結構変な位置にいるので、まあ、その、仲間がバラバラにいてしまうと、ザコちゃんをね、ちょっと反射して、こうね、カン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 ってこう当てに行くのは難しいっていうのと、あと入れ歯もあるんで、なおさら難しいということで、ヨーコ・クラマ君ね、友情コンボスクランブルレーザーと、毒。拡散と、貫通タイプってことでね、すごく当てやすいし友情コンボも強いし、SS もなお強いということで連れてきております。ので私個人的にはマーリンちゃんよりもそのやりやすいんじゃないかなと思います。で今回この呂布さん、まあ、右下のレーザー打ってきたんですけど、それロックオンレーザーなんで、もし今下にいるヨーコ・クラマさんのその防御力ダウンしてる子がいたらば、その子じゃないキャラをその呂布に近づけてあげると、呂布のそのロックオンレーザーが一番近い敵にロックオンレーザー打ってくるのでいいと思います。で防御力ダウンした子でロックオンレーザー食らうととんでもないことになっちゃうので気をつけましょう。で今なんでここで SS 打ったのかなっていうのは、まずザコちゃんがやっぱりやたら多いっていうのもあるんですけれども、私個人的にその SS を最後まで使わずクリアしてしまうみたいなところがあって、すごくもったいないなっていうのがあったので、まあ、途中で SS をちゃんと使って
その使い切ってなんとクリアできたらなという考えで今回やってみております。でここでクシゼロちゃん使うんですけど、本当はヨーコクラマくんの SS 使って、周りのザクちゃん、ザクちゃんがいなくなってからのクシゼロでぐるぐる回った方がいいですよね。こんな感じで挟まっちゃってます。はい、でまああとは友情コンボ当てに行きます。はい、ちょっと当てなかったんですけど、まあ、なるべく確実にヨーコクラマくんの友情コンボを当てに行きましょう。本当にそれだけです。うん、いててて。あとは今ちょっとまずい展開なんですけど、右下、あ、左下かのヨーコクラマくん防御力ダウンしてるとこんな感じで、ほらもうさっきのレーザー1万しか食らわなかったのに防御力ダウンしてると3万ぐらい食らっちゃうので、本当に気をつけましょう。でロックオンレーザー打った後に旅風がなんか一旦攻撃してこないターンがあるので、そのうちにたっぷり攻撃していければと思っております。そのターンすごく助かりますね。で、ラスト来ました。ここで、まあもうここも同じです。友情コンボ当てて、私はザクちゃんを倒していく。このロンロンくんがね、防御力ダウンしてくるのが本当に辛いです。で、ヨーコクラマくんで、SS 打ちます。うん。安定狙うんだったらボスから狙った方が良かったんですけど、よいしょ。まあ、こんな感じで。ザコちゃんまず一掃して、ちょっと中ボス残っちゃったんですが、もうここまで来れば大丈夫です。で弱点が右側に来たので横間で弱点カンカンしていきます。こっちの方がダメージ出そうだなって時はどんどん弱点カンカンしてボスのダメージを稼いだ方がいいかなと思ってやってみました。はい、インクロです。友情ドド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 ン、本当にね、本当性能がねおかしいですよね。ちょっとヨーコクラマさんちょっと強すぎです。はい、でここでクリアです。ありがとうございます。イエイ。ということで今回はこんな感じで、新超絶新水属性の超絶ヨフ倒してみました。いかがでしたでしょうか。うまくねクシゼロを使ってみて、まあクシゼロちゃんちょっとスピードが遅いので怖かったんですけれども、ありがとうございます。まあ、その分、他のキャラクターと、あと友情コンボ、SS などで、カバーできてるかなという感じです。クリアタイムもだいたい7分ぐらい、ディルロッテ入れてみるのもありです。ありです。ただ、HP がちょっと下がってしまうので、そこだけ注意していければ、火力は結構、ものすごく底上げされます。その SS を使って火力アップさせた子たちの友情コンボ、火力、そもそもの火力 SS、 とんでもないことになるんで、ぜひぜひ使ってみてください。はい、ではでは、以上ミルカでした。ではまた。